どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと思います。冠和氏、具志堅用高、日本ボクシング界に燦然と輝く偉大なるチャンピオンです。元 WBA 世界ライトフライ級王者にして世界王座防衛13度、これは日本人男子世界王者の最多記録であり、まさしく故郷である沖縄を越えて日本の誇りともいえる名ボクサーです。引退後は解説者とともにタレント活動にも力を入れており、とぼけた言動とちょっちゅねーというキラーフレーズとともにお茶の間でも大変な人気を博しています。さまざまな功績が認められ、2014年に国際ボクシング名誉の殿堂オールドタイマー部門にも選出されたりもしています。しかしそんな彼ですが、実際具志堅用高がどんな風に強く、どんな試合を繰り広げてきたか、パッと思い浮かぶ人はもしかしたら現代においては少ないのかもしれません。実は私も具志堅用高の特集なので、その猛烈なアッパーなどで対戦相手をリングの外に弾き飛ばすシーンなどを目の当たりにしては来ていましたが、実際のところ彼のその強み、スタイル、その本質を捉えていなかったように思われます。そこで今回彼の試合を、その本質を、今まで長く格闘技を見続けてきたその目で感覚で解き明かしていければと考えています。今回取り上げさせていただくのは WBA 世界ライトフライ級3度目の防衛戦であるタイのモンシャム・マハチャイを相手にした戦いです。タイ国の選手は幼少の頃よりムエタイにいて、腕の3倍の力を持つ足の蹴りを普段から受けているので、その土台を作ってからタイ国では国際式と呼ばれるボクシングに転向し、そこで培ったタフネスで勝ち上がる選手が多いと言います。事実としてその時点でモンシャムにはダウンの経験こそあれど、ノックアウトの経験がないということでした。さらには世界ジュニアフライ級10位、25戦23勝 13KO2 敗と11戦11勝 6KO だった具志堅用高の約 2.5 倍もの戦績を持ち、勝率そして KO 率ともに素晴らしいものがありました。さらにそれまでの具志堅用高は防衛戦を全て15ラウンドの、それも2対1とスプリットの判定勝ちで勝利しており、おそらくは決して楽な下馬評というわけではなかったのではないでしょうか。モンシャムというのは魅力たっぷりのタイという意味のリングネームだという話です。もしかしたらタイという国そのものを背負って戦っていたのかもしれません。試合開始、お互いサウスポーでジャブ、そしてフックを中心に組み立てていきます。3ラウンドまでの序盤、お互い様子を見る感じで、むしろモンシャムが具志堅用高の攻撃を避けまくり、空振りさせまくり、モンシャムペースではないかという雰囲気が流れ出した1分過ぎ、突然の右ボディからのフック、そこからの左右のフックがモンシャムの顎を的確に捉えます。腰が落ちる、効いた。そこからガードを固めたモンシャムに対して具志堅用高はボディに狙いを定め、左右のアッパーをボディに集中させます。そこからジャブ、フック、そしてアッパーを的確に顔面に集め出します。さらに終了間際、ボディからのワンツー、綺麗に決まりラウンドを終え、そして迎えた4ラウンド、ポイントを取り返そうとがむしゃらに振り回してくるモンシャムの攻撃をさばきながら、今度は徹底してボディへの攻撃、モンシャムを効かされながらも下がりません。また若干23歳ながらも、この試合で引退するかもしれない、試合前にそのように語っており、さらにはこの試合はタイの放送局の関係者が訪れ、衛星中継で
タイ本国にも流れており、それだけ絶対に負けられないという覚悟が秘められていたようです。それに対しても具志堅用高はボディから顔面の連続のアッパー、ボディアッパーからの左のストレートと見事なまでの痺れるほどの的確な打ち分けを見せます。そして2分を回ったちょうどその時、鋭い前の手を使った右ストレートがモンシャムラゴを捉えます。膝が折れる。さらに連打からの左ストレートが直撃、顎にまっすぐの3連打。しかしそれでも食らいつこうとモンシャムが前に出たその瞬間でした。具志堅用高が振り払うような右のジャブを放ち、それをかわしてモンシャムが前に出て応えるかのような右のジャブを出した。その刹那、そこにまるで影のようにかぶせ、ジャブにより十分にためを作ったその左ストレートが鮮やかなクロスを描き、モンシャムの右腕のその真上を通過して、その顎を完璧な形で貫きました。見事でした。そのシーンを見た瞬間、私は背筋が震えました。ぼんやりとなんとなく見ていただけではわからないかもしれませんが、ここに至るまでのその流れはまさしく美しい一本の線のように私の目には映っていました。序盤はジャブ、そしてフックで相手にその軌道を覚えさせ、そこから急にボディに集中させて意識を下に下ろしてからのフックで顔面にダメージを与え、さらにアッパーを見せたところに横、縦の動きに意識を向かわせ、ジャブ、そしてストレートとまっすぐに移行し、相手に無防備なジャブを誘発させ、そこにかぶせてのクロスカウンター。そのあまりの威力により具志堅用高は左の拳を痛めたということです。正直この試合を見るまで具志堅用高はもっと大雑把な選手なのかと考えていました。だけど違いました。それどころかこの試合に関しての組み立て方はまさしくまるで精密機械のようでした。事実として解説のガッツイ始末にして、だいぶ勉強になりますね。そうですか、先輩として教えられてるような感じですね。はい、が締めるほどのものです。金平会長もしか出ない選手だろうと、100年に1人の選手だというふうなことをね、はい、甲府のつまりタイトルを取る前に言っておられた、はい、何回ぐらい防衛できそうですかね。私はまあできたら20回ぐらいは刺して防衛してもらいたいですね。そうですか、はい、これはね、無理じゃないと思うんです。できます。 そうですね、その発言、はい、体現相互があながち間違っていなかったというのが恐ろしいとさえ言えます。私はこれからも世に広く伝わり名選手と知られてはいますが、その実態が未だもやにかかっている、そういった選手にスポットライトを当て、その強さを解明、お伝えしていきたいと思います。ですので、よろしければ、チャンネル登録の方をしていただければ、大変嬉しく思います。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。